はい、こんにちは。カネコでございます。ということで、今日なんですけども、ついに来ちゃいました。なんと、アサヒスーパードライさんからタイアップの依頼が来ました。いや、これはすごいことですよ。僕ずーっと好きで銀色のやつって言って飲んでるんですけど、でもまさかアサヒさんからお声がかかるなんて思いませんでした。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しい。なので今後もアサヒスーパードライさんといろんなことやっていきたいと思ってますので、期待しとってください。まあ、いつも一緒にやってる感じですけどね。ほぼ。というわけで、今日はね、こんなめでたいことがあったということで、いつもの最強の目利きの金田さんのお魚を買いに行ってきました。お久しぶりです。ちょっとおめでたいことがありまして、本当そうなんですよ。タイの塩焼きと姿を作ろうかなと思いました。うわー、いいタイですね。これ的に10枚ぐらい残した中から一番自分が食べるならこれ。ありがとうございます。じゃあ間違いないと思うんで、これでお願いします。はい、やっちゃってください。これですか。ちょっと待ってください。これイワシを。うおー、すげえ。ちょっとやってみたいです。うおー、可愛い。てかまだいたんですね。っていうかオファーが3回ぐらいあったんだけど、可愛いもんで、俺が来るとかって寄ってくるんだわ。いや、これはね、これは売れないっすね。可愛い。というわけで、本日の食材がこちら。えい。あいた。えい。まだ見えなかった。うわあ。立派なマダイっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。大きなマダイっていうことでね、最高のマダイを用意していただきました。この背中の厚みですよ。しかもこれ養殖じゃないですからね。天然のマダイを用意してもらいました。もちろん養殖も美味しいんですけど、やっぱり天然の脂の乗った時期のものっていうのは別格ですので、今日はこちらの天然マダイを使って、天然マダイの塩焼きと天然マダイの姿作りを作っていきたいと思います。いや、めでたい。そしたら本当はこれ1匹丸ごと焼きたかったんですけど、ちょっとね、大きいので、切り身にして、塩焼きにしていきます。で、タイ持つときって、ちょっとかわいそうかなと思うんですけど、この目に親指を入れてこう持つと安全ですね。なんでかというと、タイってね、こう歯がすごく鋭いんですよね。なので、閉めた直後とか、誤って口周りに手が行くとガブッと噛まれて、穴開いちゃいますんでね。さてさて、そしたらじゃあ、鱗を取っていきましょう。で、マダイは鱗とても取りやすい魚です。それにすき引きすると、せっかくのこの赤の綺麗な色味が落ちてしまいます。ので基本は鱗かきで鱗を取っていきます。尻尾の方から頭の方にかけてなぞっていきます。で、特にね、これまだ生きてたやつなので、どっちも鱗を剥ぎやすいです。で、この尻尾の下とかお腹の裏、ここ忘れがちなので、ここ重点的にやってください。鎌の下もね、ガリガリガリと。で、このヒレの後ろも落としていきます。で、姿作りにする場合はあえてここ鱗残す場合があるんですけど、今日は全部取っちゃいます。鱗残しといた方が、鱗の光沢が綺麗なので、見栄え的にはいいと思うんですけど、鱗取った方が、衛生的にはいいかなと思いますので、取っちゃいます。よし。はい、取れました。そしたら塩焼きをも同じように落としていきます。はい、で、このように鱗が取れましたら、そしたらじゃあまずはエラを抜いていきましょうか。ここ落としてお腹割っちゃうやり方もあるんですけど、今日はここくっついたまま落としていきたいので、まずはエラ蓋を開けて、このエラの付け根を1個外します。で、こっちの付け根が外れたら、次は目の後ろのエラの付け根、ここを外します。反対側も外します。で、これでエラがグラ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 しましたので、あとはエラの膜を切り取って、で、ぐりっと回せば取れます。簡単に言うと、まず最初にここを落として、で、次ここ。で、次ここを落として、で、包丁でエラの膜を切って、グラグラしたところを包丁でぐりっと取ったって感じですね。まずエラ開けて、エラの付け根を切って、でまた付け根を外して、で反対側に向けてまた付け根を外します。で付け根が両方外れたら魚を立ててエラ膜を切って、でグリッと回してエラを外すと。こんな感じです。このやり方だったら結構大きい鯛でも簡単に取れますんでね。で今見ました？口がねパクッと動いたでしょ。このやり方だったら結構大きい鯛でもまだ締めたばっかなので生きてるんですよ。で危ないですね。気をつけてください。気をつけてくださいって気をつけるのは俺か。さて、そしたらまずは塩焼き用ですね。これ頭落としちゃいます。で頭落とすときにここ気をつけてください。鯛の苦玉っていうのは鎌のここ、ちょうどここら辺にありますんで、まあ、苦玉傷つけてもすぐに洗えば問題はないんですけども、まあ、潰さない方がいいのでね。僕結構潰しちゃうんですよね。こっち側気をつけて落とさんと苦玉潰しちゃうんですよね。 OK、 はい、頭が落ちました。めちゃくちゃいい、すげえいい鯛。このクオリティを、これ天然ですからね。この腹の分厚さ。で、これ、内臓脂肪もたくさん入っております。ちなみにこれ、ミシュランの三つ星の店にも同じものをなんか送ったらしいですね。ミシュラン三つ星クラスのマダイです。間違いないです。そしたら3枚よろしていきます。まずは下に1本。いや、3枚じゃなくて2枚でいきましょう。今日は切り身は2枚おろしていきます。で、背中に1本。包丁がこう通るとビク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 と身が動きますね。神経締めしてくれましたんで、まだ身は生きてますんでね。はい、ここまで綺麗に入りましたら、尻尾の方から包丁を入れて、腹骨を断ち切ります。よっと。これが2枚おろしですね。片方骨がついた状態。で、今日塩焼きはこの骨がついた方を使います。なんでかというと、この骨からも旨味が出ますので、塩焼きとか煮付けっていうのは骨付きの方が美味しいです。で、その時にこのヒレが邪魔なので、ヒレを落としちゃいます。ヒレの落とし方は、ここにこう、一本包丁を入れまして、で、こんな感じ。で、ここの背びれも、で、一本包丁を入れて、で、この尻尾の付け根を、こう、落とします。そうすると、ここに取っかかりができますんで、取っかかりを掴んで、ビビビビとこう引っ張ると、ちょっと尻尾切れちゃいました。よっと、こういう感じに背骨がきれいに取れますんでね。そしたら血綿がありますんで、ここ血綿取ります。まずざっくりで大丈夫です。はい、このように血が取れましたら切っていきましょうか。3等分ぐらいできますか。で切るときは若干斜めに向けて角度をつけます。斜めに入れて、贅沢だな、これ。これで鯛の切り身の完成。で、こうまだプリプリで身が生きてる鯛を焼くと、どうしてもバーンとこう弾けちゃうんですよね、身が。弾けるっていうことは、ものすごく鮮度のいい鯛を焼いたっていうことなんですけど、ちょっと見栄えが良くないんですよ。見栄えが気になる方は、これを一回ちょっと凍らす。あと、竹串とか金串でわざとブスブス刺して、身を殺すっていうやり方をすると、多少は良くなりますね。僕は今日このまま焼きますね。はい、このようにおろし終わりました。そしたら塩焼きは、この真ん中のいいところ。ここ一切れ焼いていきましょうか。そしたら次は姿盛り用を作っていきましょうか。まずは内臓を抜いてしまいましょう。お尻から逆包丁で、こういう風に包丁を入れます。で、鎌のところも切ってしまって、でここから内臓を抜いていきます。苦玉は潰さないようにね。そしたら、ここ、血綿のところを傷つけて、で、これ、ささらですね。水を入れながら、血合いを落としていきます。ガシ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 と。はい、そしたらこのようにお腹がきれいになりましたら、おろしていきます。で、頭のついたままおろしますので、骨は落としません。ここまで包丁入れます。で、容量は一緒ですね。お腹の方に1本。で、姿作りにする場合は、ここの尻尾ですね。ここね、ビュッと落としちゃうと、ここ剥げちゃって見栄えが良くないので、あえてここに切れ込みを入れて、こんだけ肉を残します。裏側もですね、こんだけ残します。そうすると、姿作りにした時に尻尾が綺麗ですのでね。はい、ここ1本入りましたら、反対向けて、こっちも、まずガイドライン1本入れて、で、背骨に沿って包丁を入れていきます。ゆっくりやればね、失敗することありませんので、そしたら一緒、尻尾の方から、はい、こんな感じ。はい、そしたらこっち側を下ろしていきます。お腹からまず1本入れて、で、こっち側はね、ちょっと難しいんですよね。なぜかというと、こっちの身がなくなってるんで、こう、ボコッとしちゃうんですよね。どうしても頭が浮いちゃうと言いますか。まあでもね、慎重にやれば問題ありませんので。で、次こっちですね。こっちが難しいんですよ。で、一回こうやってね、落としちゃう。そうすると、こう、平たくなりますんで、下ろしやすくなります。ほら。これやるとね、いいですよ。あとは腹骨を断ち切るだけ。はい、こんな感じ。これで鯛のお頭付きの三枚おろしの完成ですね。で、これは土台にします。で、ここからもう一手間かけます。このまま、ドンと乗せてもかっこいいんですけど、さらにかっこよくする方法っていうのがあって、ヒレを立てるんですよね。そうすると、躍動感がプラスされて、さらにね、見栄えが良くなるんですよ。ヒレをこうして、でここに串を打ちます。はい、こんな感じですね。そしたらこの背びれも、こうやって立てると、またかっこよくなりますんで、一番この前のトゲですね。ここの裏から竹串を入れます。で、こうして固定すると、はい、こうやって立ちますのでね。こういう感じで盛り付けていきたいと思います。はい、そしたら身の方ですね。腹骨をすいていきます。腹骨も薄く薄くできるだけ引いていきます。せっかくこんな分厚い腹のね、鯛なので、トロのところが一番脂乗ってて美味しいですのでね。で、こっち側も落としていきます。逆包丁で取っかかりを作って、徐々に包丁を入れていく。でもここら辺まで来ちゃったら、もうピッと切っちゃっていいです。ここには骨入ってませんのでね。はい、こんな感じですね。はい、では、そしたら、血合い骨が入ってますので、この血合い骨を落としていきます。皮ついたまま、こうやって割っちゃいます。こんな感じですね。こっち側も同じように落としていきます。で、こちらからも1本と。はい、そうしましたら、この状態で皮を引いていきます。尻尾の方から皮引いていきます。うん。油があるからとても引きやすいですね。はい、こんな感じですね。できるだけ鯛の赤身を残して、よいしょ。あー、ちょっと失敗しちゃった。ちょっと失敗しちゃいましたね。これ、ペケです。お腹の方は白い膜を残したいですね。いったか？おー、いった !100 点です。お腹の方はこの白がバチッと残ると、OK です。いった。おー、綺麗。あ、ちょっと失敗しちゃった。ちょっとこれ残っちゃいましたね。そしたらこちら、切って盛り付けていきましょう。で、姿作りを作る前に、鯛の塩焼きを焼いていきましょうか。遠火でじっくりと焼いていきます。ほら、結構形がぐちゃっとなりますよね。これ生きてる魚を焼くとこうなるんですよね。よし、これでもうちょっとね、しっかり焼いていけば OK なので、弱火で焼いていきつつでいきましょう。よし、そしたらいつもは船盛りなんですけど、たまには大皿で盛り付けていきましょうか。そしてまず土台を作っていきます。土台は大根にこういう風に竹串を刺しまして、でこの裏側に1本入れるんですよ。そうするとこうやって立ちますんでね。で、こうヒレもうまいこと活用して、こうやって立たせます。そしたら次はこの尻尾も立たせたいので、尻尾の方も大根で土台を作って、刺して、はい、こういう感じですね。で、若干今日は斜めに行きましょうか。この角度で持っていきましょうか。そしたらどんどん切って盛り付けていきたいと思います。そしたらまずはこの鯛のここ、骨のところですね。ここは高く持っていきたいので、ここにつまをたくさん引きます。ガチンといきます。で、竹を引きます。これが入るとすごく綺麗ですからね。そしたらこの上に直接身を乗せると、ちょっと衛生的に良くないので、ここに1枚、ハランをかませます。しっかり洗って、アルコール。で、ここに1枚かませると。そしたらね、鯛だけじゃちょっと寂しいので、毎度のことながら、マグロとかサーモンとかウニとかイクラとかも買ってきましたんで、これも色合いでちょこちょこっと挟んでいきます。まずはここ、鯛ですね。薄く切って、今日はこういう感じに盛り付けていきましょう。これ2、3日熟成させて旨味を出す刺身のやり方もあるんですけど、今日は池のプリプリ感を味わう刺身なので、薄作りでいきます。このぐらいですね。この薄さ。でこういうふうにどんどん切って盛り付けていきます。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが、マダイの塩焼きですね。で、こちらが、天然マダイと、その他もろもろの姿作り。今日はね、シンプルに盛り付けてみました。直線上に、白赤、白赤という風にこうやってコントラストにして、で、奥にこのタイの姿とウニの箱を置いて、奥行きを出した感じ。さあ、じゃあ食べてみましょうか。まずはタイですよね。ここの、まず背中のところと、で、ここにお腹のところを盛り付けてあります。大トロのとこですね。で、マグロとサーモンもちょこちょこっと盛り付けて、で、わさびもここにあるので、わさびも取って、そしたら、じゃあまずタイからいただきますか。わさびをたっぷりつけて、これもこの前すったすりおろしのわさびですからね。うまいと思います。いただきます。うまいなぁ。これ生きてる段階でこんだけ油の旨味を感じるってことは、寝かしたら化け物になるよ、これ。でもこの生きた状態じゃないと、このプリプリ感っていうのは味わえないんですよね。うん。うまい。で、この薄く幅広く切ることで、口の中でごわつかないんですよね。この弾力のある身を、このマグロぐらいに切っちゃうと、結構噛み切るの大変なので、このぐらいの厚さがいいと思います。うまい。お次はこちら。ここがうまいんですよね。マダイのハラミですね。1匹のマダイから2、3切れしか取れないところですね。醤油をつけて。もうね、醤油に浮く油の量が全然違うんですよね。ほら、いただきます。うまい。白身の大トロですね。で、養殖のマダイだと、ちょっと油に、こう香りがあって、で、割と油も重いんですけど、天然のマダイの油ってほんとサラッとしてて、もう喉にスルッと入ってくんですよね。全く癖もなくて、ほんとにうまい。うん。これはね、高級なお寿司屋さんも使うわ。それじゃあこちら。次は塩焼きですね。意外とね、弾けなかったですね。ただこうやって裏見てもらうと、こうぐにゃぐにゃってしますよね。生きた鯛を焼くと、こういう風にね、反り返ったりだとか、身が割れたりだとかするんですよね。じゃあ、ここいただきますか。で、背びれも取ってありますんでね、とても食べやすいです。こちらです。いただきます。これ。なんじゃこりゃ。天然の鯛って油のないものを焼くと、ほんとね、パサパサなんですよね。でも油のある鯛を焼くと、本当にジューシーでうまい。そして身が甘え。この鯛は何を食べて育ってきたんだろう。多分美味しいエビとか、イワシとか食べてきて育ったんでしょうね。うまい。はい、ということで今日はこちらの天然マダイの姿作りと天然マダイの塩焼きと言いましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ゲロのやつ！よっしゃー！で今日はね、朝日さんから最高に美味しいビールの注ぎ方っていうのを教えていただきましたので、そちらを皆さんに伝授したいと思います。まずは、開けます。たまんないね。この音がね。で、開けましたら、まずは、ちょっと高めの位置からビールを注ぎます。で、わざと泡を立てます。大体半分ぐらいまで持ってきます。このぐらいですね。そしたらちょっと泡が落ち着くまで待ちます。で、ここは待ちの時間です。で、だんだんと泡がなくなってきて、泡がきめ細かくなってきます。で、これやると泡が蓋になってくれるんですよね。はい、このぐらいになったらグラスを斜めにして、ゆっくりと注いでいきます。ゆっくりゆっくり注いでいきます。ここら辺になったら立てます。はい。こちら。7対3ですね。いただきます。全然いつもと違う。うまい。スーパードライ史上最高のうまさ。きた。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は最高の天然マダイを使って、姿作りと塩焼きを作って、銀色のやつで、クイッと流し込みましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。あのレベルの天台はほんと久しぶりに食べましたね。で、今日朝日さんにビールの注ぎ方教えてもらったんですけども、全然違う。びっくりした。口に当てた時のこの泡のこのなんだろうな、きめ細かさ。で、とってもね、飲みやすい感じがしましたね。これから意識して、あの注ぎ方でやっていこうと思います。たまにね、こうね、早く飲みたいってね、看護で言っちゃったりする時あるんですけどね。あれもあれで美味しいんですけど、あ、それで、10月1日から税法が改正されて、スーパードライがお求めやすくなるんですよ。今ってなんか増税とかでこう値段が上がる一方ですけど、もう僕からしたらありがてえしかねえ。もう毎日飲むんでね、よっしゃーみたいな感じですね。お求めやすくなったこの機会に、皆さんもぜひ銀色のやつ買ってね。うまいよ、美味しいよ。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。